平成16年10月23日に発生した新潟県中越大震災のメモリアル拠点、4つの施設と3つの公園を結ぶ中越メモリアル回廊。メモリアル拠点をめぐり、震災の記憶と記録に触れることで、新潟県中越大震災の巨大な実像が浮き彫りになります。それでは、小千谷震災ミュージアム備え館と山古志復興交流館オラタルを覗いてみましょう。中越大震災を体験する施設、備え館です。震災発生の様子を 4D、3D 映像などでリアルに体験できます。館内では被災後の避難生活の様子や仮設住宅の暮らしを再現しています。被災から立ち上がる人々の奇跡を伝えます。備え館では震災の経験と教訓を蓄積し、災害から自身や家族、地域を守る人材の育成や防災学習の支援を行っています。長岡市の旧山古志村にあるオラタルです。被災から全村避難、その後の既存への軌跡を音声ガイダンスとともにたどることができます。プロジェクションマッピングを使用した山古志の地理や震災の影響を知るコーナーも。震災のため全村避難を余儀なくされた山古志。それでも帰ろう山古志へのスローガンのもと、既存を果たした人たちの暮らしがここにあります。中越メモリアル回廊は次世代を担う子どもたちや地域防災を担う人々へ、そして未来へ、さまざまな情報を発信しています。